うんうんうん、ハッピーバースデー青木隆史、今日青木さんの誕生日で、誕生日でパーティーやるから多田さんなんかやってって言われた時に、真っ先に青木さんの誕生日のことをすぐに忘れて、浪江さんと何かやろうと思ってで、考えてきたネタっていうのが、今浪江さんの中で今マイブームの万葉集、万葉集には恋をテーマにした万葉集がたくさんありまして、その恋をテーマにした万葉集をさらにテーマにして、ここからまあ大体25分ぐらいノンストップでステージをやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ラストも和はとどまらん、いもしとどめば
が曇り風とどろく空光流れる薪を眺め君の視線は不安定どこか儚げうつむいてそっと差し出す右手が僕くらい降り出して雨行け去ってよ彼がとどまっても仕方ないねと笑えるように泣かないでね君のそばにいるよ重ねて唇を次の夏にまた会えるように
つろう秋に憂う日々、赤に染まり落ちてゆく。色づく秋に悲しい日々、重なる赤に深まってく。広すぎる世界、また君を思う。巡ってく二人、広すぎる世界、ただ君を思う。続いてく二人、月読みの光に気ませ足引きの山木まりやて遠からな国、月読みの光は清く照らせるとまとえる心思いあえな国。歩きましょう。まだその手はつながないまま、歩いてゆく。またその手はつながないまま。
ぎる世界、ただ君を思う、続いてく二人。ありがとうございました。はい。ちょうど30分。えらい。あれですね。で、あの、はい、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。青木隆。ハッピーバースデーとユー。最後誕生日。うわ。飲めた。後で家帰ったら一気飲みしてください。どうもありがとうございました。劇団ナミヘイト、ただくじかでした。ありがとうございました。